リムノス県は、ギリシャ共和国の北エイゲ地方を構成する、行政区の一つ。県とは、リムノス島のミリナ。2011年の行政区画再編により、レスボス県から分割された。リムノス島及び、アイオスエフストラティオス島からなる。レスボス県とリムノス県、リムノス県は、以下の自治体から構成される。面積の単位は、経平方メートル。 人口は2001年国勢調査時点。旧レスボス県の旧自治体カリクラティス改革以前、この地域は広域自治体としてのレスボス県に属していた。改革に伴い、リムノス島とアイオスエフストラティオス島がリムノス県として分離した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。 旧自治体名欄で印を付したものは木のティタ。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。